先輩入りますよお邪魔しますって寝てないじゃないですかちゃんと寝ないと治るものも治らないですよとりあえずスマホはやめてしっかり布団かけてくださいえっなんでここにいるのかっていつもうるさい先輩が珍しく部活に来なかったからきっと寝込んでさぞ寂しからうと思い優しい後輩がお見舞いに来たんですよ ちなみに家の場所は別の先輩に聞きました。まあでも、割と元気そうでよかったです。って、あれ先輩、ちょっと顔赤くないですかもしかして照れてるんですかえ風邪ひいてるせいなんだ そう,そうここに来る途中でアイス買ってきたんですよせっかくなので一緒に食べませんかどっちがいいですかクリーム系とシャーベット系え私が先に選んでいいんですかじゃあこっちのクリームの方にしようかなでは先輩はこっちのソーダの方では,あ、はんうーん冷たくて美味しいですねやっぱり部活後のアイスは格別です 今日の部活ですかそれはもう先輩がお休みで静かだったのでいつも以上に練習に集中できましたよと言いたいところなんですが正直静かすぎて逆に落ち着きませんでしただから早く元気になってくださいね先輩がいないと私あって何でもないですえ顔赤いですか 別に照れててませんし赤くもなってませんとにかくさっさと風邪治して部活に来てくださいじゃあまたそろそろ帰りますからなアイスのゴミ片付けておきますね見送りは結構です病人なんですから寝ててくださいお邪魔しました <laughs> アイスの棒、早く冷凍保存しないとせっかく直接手に入れられた先輩の唾液が劣化しちゃう、はあ、先輩は私にとって尊い存在先輩がいないと私、はあ、先輩の部活してる姿が見られないなら私部活動してる意味がないんですだからね先輩早く元気になって また素敵な姿を見せてください大好きですよ先輩